グッドモーニング YouTube、今日は六本木新研鎌田先生、指し内決戦でいいのかな。はいはい、お願いします。よろしくお願いします。はい、今回は指し内決戦に関しての論文を読ませていただきました。まず、指し内決戦の時代にの編成に関してなんですけど、文献によると大体2000年前後で、PCI の普及の前後で、大体変わってきているんですけれども、まあ、その広告の大半がプライマリー PCI の普及前で、まあ、その有効なダプトやリバースリモデリングの治療も普及していない状態、時代だったということで、その PCI の普及 と、薬剤療法の確立以降で画像診断の改善も相まって指し内血栓は減少しているということが報告されています。この、右の図に示したのが、PCI が広まる前と、広がった後なんですけれども、まあ、20% 程度、減少を認めていました。で、まあ、最近の報告に関しては、単施設の、後ろ向きの研究ですが、まあ、かなり、エコーデータからも元にしての研究では、かなり、画像診断的には低い確率で認められていて、でまあ、血栓の誘発因子になったものは、最近はやはり MI ではなく、まあ、心不全が比較的多いということが言われています。原因としては EF が低下していたものや、まあ、初発の心不全とは、不十分な心不全薬物というものが言われていました。でただそのステミ患者に限って言うとやはり未だに15から 25% 程度で合併しているということが報告されています。その原因に関してなんですけど、よく言われているのがウィルヒョウの、三兆ということで、一つ目が、まあ、左室の収縮障害が言われています。で、まあ、報告によると、入院時、退院時、いずれも EF が低下していることがリスク因子になるということ、とは、DD の拡大もリスク因子だと言われています。二つ目に、局所の心筋障害で、まあ、より、心筋障害が強いステミの方が、多いということが言われていると、あとはラボデータ上ではトロポニーや CKMP、あとは発症から時間が経っていること、PCI の遅延、あとは治療前の血流の低下がリスク因子と言われています。で最後に、過凝固状態で、まあ、入院時のプレートの値や、白血球の値がより、高い分で、リスクになると言われていて、まあ、血小板値は独立危険因子だと報告されています。また炎症の状態も気にしていて、まあ、CRP が、上昇している群では、あとはフィブリノーゲンの値で、早期の血栓形成の、独立因子と言われています。診断においては MRI がベストだと言われていて、まあ、図に示したように、上から、心臓の MRI とあとは造影の MRI があるんですけど、その下2つが、エコーに当たりますが、やはり感度特異度といずれもMRI の方がかなり、優勢なんですけれども、ただやっぱり MRI に関しては、まあ、コストや時間、施設などが、問題があって、まあ、提唱されていたアルゴリズムとしては、まず、経胸壁心エコーでやった後に怪しければ、コントラストエンハンスドエコーをやって、それでも怪しければ心臓 MRI でのアルゴリズムがいいのではないかというのが報告されています。でもさ、ノンコントラストエコーはセンシティビティがすごく低いからさ、そこで引っ掛けるっていうのはすごく大変な気がするんだけど。そうですね、スペシフィシティが低いけどセンシティビティが高い検査で引っ掛けて、で、得意度が高い検査で確定するっていう方が理想な気がするけどね。はい、どうぞ。そうですね、はい。あとは、ちょっと驚いたのが、まあ、いろいろ多分議論があるとは思うんですけれども、まあ、超急性期の場合、特にその5日目以内だった場合は、MI 発症後で検出率が少し低いと言われていて、まあそのこの論文の報告では、まあ、全壁の、ステミに関しては発症後、9から12日が一番検出されていたということで、まあ、急性期は見逃しやすいということも言われていました。ただその文献の中では、まあ、現在のそのダプトの、治療だとか、まあ、他のヘパリンとかのその治療の確立された時代では実用的ではないかもしれないっていうのが言われています。
実際の予後に関しては、その PCI アダプトの普及と、抗凝固療法の期間の確立によって激減していて、かなり、その PCI の確立前は多かったんですけれども、図に示したようにかなり少なくはなっていました。あと、その報告によると、虚血性の心疾患よりも非虚血性の心疾患の方が即戦リスクが高いという報告もありました。で、実際の治療期間に関しては、アメリカとヨーロッパ、いずれも、ガイドラインには明記はされているんですけれども、やっぱりワーファリンでの、治療が、しか明記されておらず、あと基本的には3から6ヶ月というのが言われています。ただ、その治療に関してはやはり、エビデンスがないというのが、言われていました。ドアークに関してはというのを調べると、やっぱりケースレポートレベルのみで、今、確かエグザレルトが、スタディ中なんですけれども、その結果が待たれているというところです。一応今回読ませていただいた論文が、左室内血栓ができた、患者に対しての、抗凝固療法全般に関しての報告になります。で、スタディの 目的としては、左室内血栓に対しての抗凝固療法の有効性を評価と、あとは血栓小体と、臨床定期に、における予測因子を評価しています。方法は短視節の後ろ向きの研究で、2011年1月から2017年12月に、施行されたエコーデータを解析したものになります。右室の血栓と心房の血栓に関しては除外されています。ポピュレーションに関しては、まず最初にエコーデータを、ざっとスクリーニングした後に、2人の、技師なのか、エキスパートによって、左室内血栓の診断をつけて、2人の意見が一致しなかった場合は、コントラストエコーや心臓の MRI、CT などを追加して、3人目の、医師によって、確定を、されるということで、最終的に119名が、対象となっています。エンドポイントの定義としては、完全消失に関してはエコー上であらゆる断面で完全消失が確認された症例を定義していて、で血栓の残存群に関しては、大きくなった、群 とはあまり変わらない群とは部分的に正体を認めた群に分けられています。で臨床転機に関してはメースと、血出血を、評価しています。で、キャラクタリスティックに関しては、年齢は60歳前後で、ちょっと肥満が多くて、全体的に肝危険因子がかなり、多いということが言われて、報告されました。で、原因に関しては、大体3人に1人がステミで、その他、1割弱で、DCM だとか、他の疾患がパラパラ混ざっているような結果になりました。エコーの、ベースラインに関しては、EF はやはり、30% 前後とかなり低めで、基本的には心線部の壁運動の異常が大半でした。で心線部の血栓がほとんどだということでした。で実際の抗凝固療法に関しては、ステミの患者が多いということもあるんですけど、固形障害薬と抗凝固療法の併用が、多かったです。で抗凝固療法に関しては、半数近くが、ビタミン K の拮抗薬で、この、フルインフィオンっていうのが、一応、ワーファリンと同じ系統なんですけど、フランスで一番多く処方されているものだったようです。で、問題のドアークに関しては 20% 弱が、ドアークが含まれていました。臨床転機に関しては、血栓の、縮小を認めた群というのが、76% いて、完全消失した群が、6割いました。でこれが、日数と、あとは小体の、血栓の大きさの小体を示す群グラフなんですけれども、中央値が大体103日で、約3ヶ月、血栓が小体するのに、かかっているという結果になりました。
完全消失に、対しての独立因子としては非虚血性の心筋症と、あとは血栓が、小さいことというのが、挙げられていました。逆に大きくなった群に関しては解析すると、まあ、大体 14% で血栓の再発と、あとは血栓が大きくなっているというのが報告されていて、まあ、原因としては薬を飲まなかったことだとか、あとは一血栓状態で活動性のがんがある方や、炎症が、アクティブな方、あとは、まあ、CKD の方というのが挙げられていました。で、メスに関して言うと、これが、血栓が完全に消失した群というのが青色で示されていて、血栓が残存した群が赤色で示されているんですけれども、血栓が完全消失した、群に関しては、死亡率を優位に低下させるということ、あとは、血栓が残存した群では、やっぱり大出血を、増加させるということが、優位に示されました。で、ちょっとまあ、よくわからなかったんですけれども、サプトと抗凝固療法の、群の方が、ダプトと抗凝固療法の群より、出血はまあ同程度で、メースはより多かったという結果になりました。で、それぞれその EF が 35% 以上と、あとはまあ期間として3ヶ月以上の抗凝固療法の継続がメースリスクの低下の独立因子として示されまして、期間3ヶ月以上の継続が塞栓率も低い傾向になられました。で、抗凝固療法の種類ではイベントには特に差はありませんでした。ディスカッションとしては、3分の1の患者が血栓消失を認めず、抗血小板療法の併用においても、合併症リスクが高いままで、そもそもの、その、抗血栓療法に対してのレジュメが改善の余地があるのではないかということが言われていたと、あと、メースが4人に1人も生じていて、死亡率も、20% 程度で、左室内血栓がないSTEMI患者と比較しては、かなり死亡率が高いということが、分かりました。あと、血栓が小体していく経過で、塞栓が起こるのではないかというその、ことが、危惧されていたんですけれども、小体した群と小体しなかった群で塞栓症の差はありませんでした。あとは心房細動は、特にアウトカムには影響しておらず、ほとんどが、抗血栓療法の期間と血栓の大きさに依存していました。あとは期間としては、ガイドラインとも、似ているんですけれども、3ヶ月以上の治療継続が、いい結果になっていまして、ただ、その 10% 以上が、出血のイベントを起こしたように、その出血のインデペンスを起こすと、なかなか治療継続が難しいかもしれないということが言われています。あとは、ビタミン K の拮抗薬と、あとドアクの直接比較は、今までにも報告はなかったんですけれども、今回の結果では、血栓の小体とメース、あとは出血合併症がいずれも同程度という結果になりました。コンクルージョンとしては、左室内血栓を有する患者は高いスト死亡リスクを抱えていて、予防が、不良であるということは、特に若年の患者群においては、レジュメに関しては改善の警戒に必要があるのではないかということ、あと、血栓の完全消失は、ドアクを含めて、どの抗凝固療法でも認められていまして、完全消失を認めた群では死亡率低下に寄与するということが、分かりました。以上です。はい、ありがとうございました。まず確認は、このエコーを取った人っていうのはどういう人たちですか？本当にエコーのデータだけでざっとスクリーニングしている感じなので、1施設の特定の患者のデータで、エコーを解析したっていうことか、エコーを取った人の予防を見ましたっていうことだね。はい。ほとんどが、おそらく OMI とか AMI の患者さんで、壁運動異常がある人で、心線部が多かったっていうことですかね。そうですね。なるほど。
カプラン前を見ると、側線症のイベントは両群で差がないので、これを見ると、やっぱり死亡率に寄与しているのは、長い期間、抗凝固薬をいかなくちゃいけなかったことなんじゃないかなって思っちゃうんだけど、つまり、血栓が消えたり、ほとんど小体したりした人は、抗凝固療法を切れるから、まあ3剤とか、まあ、2剤とかにならなくて済むけれども、まだある人っていうのは続けざるを得ないから、それに伴ったフェイタルなイベントとか出血が出ちゃうんじゃないかなと思うんだけど、その辺はどうでしはい、ょ確かにその期間に関して、そのもう各人とかそういうのに任せてるっていう感じで、そう。うん。うん。の、まあ、何ヶ月やったら止めるとかっていうのが、特にまあ規定はされてなくて、まあ、実演習でも残ってるのにその切るってことはあんまないと思うんですけれども、まあ、確かにその促成イベントはそんなに寄与してないってことを考えると、そうまあ、やっだぱよ出ね。血の影響が一番大きいのかな。しかもこのメジャーブリーディングのイベントとオールコーズデスのカプランマイヤーの下がり具合っていうか、まあ急性期に落ち込んで、その後はそんなに2群が開いてないってことを考えると、やっぱりメジャーブリーディングイベントが、オールコーズデスの一番の原因になってんじゃないかなって思うんだけどね。はい、はい。なるほど。この人たちは MRI まで診断はやってるんですか？やっている人たちもいるけど、そのエコーだけで診断がついた分はやってないです。そうなると、エコーで怪しい、ちょっとよくわからない人たちを MRI で確定診断するってことなのかそうですね。な？なるほど。で、その MRI で診断した人っていうのは、フォローアップも MRI になる？いや、それがあまり詳しく書いてない。だよね。でもそうしないと、本当に招待したかどうかって、なかなか、そもそも診断の時に難しかった人から、エコーではなかなか難しいと思うけどね。そうですね。さて、まあ、こんな時代の差し支え血栓ですが、やっぱり、まあ、多分、まあ、印象としては、まあ、延長される抗凝固療法が悪いんじゃないかなと思っちゃうんだけど、何かご意見ありますか？ちょっといいですか、どうぞ。渡辺ですけど。さっきの渡辺です。逆に、普段のプラクティスで、差し支え血栓が見つかった人、一回消えたとしても、こう皆さん、やめてるかどうかっていうのが聞きたくて、そうだよね。っていうのは、もう、アペックスに瘤があって、血栓ができる人が、今後、再発しない理由がないというか、もともとそういう形態があるのに、やめれるのかっていうのがあって、僕やめてないんですけど、なるほど。皆さんどうされてますか？はい、どうされてます急性期だけだったら、まあ確かにおっしゃる炎症の影響とかあるのかもしれないですけど、携と帯は学言ってもやめづらいかな携帯と。力学でね、はい。確かにそうだね。はい。はい、どうしてますか？じゃあ、西新井。岩波先生。岩波ですけども、私も渡辺先生と同じで、実はやめてなくて、一回できた血栓って、やっぱりそこにまた次できるリスクっていうのはすごく高いと思ってるので、基本的には続けてます。なるほどね。そうだよね。里見先生、どうですか？基本的には続けてます。やっぱり再発のリスクを考えて続けます。なるほどね。続けない、っていう人いますかね。あんまり長いこと言ってても出血のイベントが増えちゃって、これがフェイタルになるからやめますという人。まあ難しいよね。ただやっぱり、まあ最近はトリプルも1ヶ月はぐらいで、2剤が1年間で、その後は、ドアックで、まあ、コロナにもいいってことになってるので、まあ、そういった意味では別にドアック残しにすれば、それで大体問題解決しちゃうような気がするんだけど。多分そういうプロトコールになると思ってます、そう基本だよ的ね。には。まあ、AF っていうか、はい。まあ、そもそも抗凝固薬を使わなくちゃいけない人のプロトコールに準じてっていうことにそうですね、はい。なりそうだよね。いいですね。島崎先生、何かありますか？あと、どうぞ、渡辺先よろしいですか。どうぞ、渡辺先生。いや、最近そういえば、
弱者邪魔で、察しない血栓に対するドアックは、なんかあんまり推奨されないっていうのが、なんか、ベタかなんかで出た気がするんですよね。ちょっとドラッグとの可能性があるので、まあ、そのドアック全部がいいか悪いかどうかは何とも言えないかなとは思ってますけど、ね、さっき、田畑先生の、まあ、冒頭にあったように、今何が走ってんだっけ？エリキュース？イグザレルとか走ってるっていうのは。イグザレルとか。薬剤主体的なそうですけど。島田先生どうぞ。あと、私もですね、今の渡辺先生と同じ質問で、なんだよ、確か柴橋先生がどっかで発表されてたと思うんですけど、やっぱりドアックがワーファリンに劣っていたっていうさ、室内決戦で。ワーファリンに劣っていた。なので、はい。まあ、そんな、まあ、ワーファリン、今現状はワーファリンになってしまうのかなと思っています。なるほど、柴橋先生からコメントいただきましょう。どうぞ。その話についてですか？はい。それは、ですね、あれです。慢性心不全に、イグザレルと少量入れると、いいかどうかっていう、コマンドハートフェイラーっていうトライアルがあったんですけど、それはこけたんで、ワーファリンよりいいとか、そういう話じゃなかったと思うんですけど、うん、まあ、まだ決着とかそんな何もついてないと思うんですね、ワーファリンドアックは。ありがとうございます。はい、インコンクルーシブだそうです。なんかそのドアックの容量に関してってどうなのかなっていうのがあって、まあ、今回のスタディでも、そうなんだよね、容量、基本的にはその AF に準じてそうで、はいはいはい、まあ、ちょっとそのなんとなく多分ダプトと併用するから減らしたのか、そういう背景は分かんないんですけど、ね、実際その P に準じていいのかどうかっていうのも分かんないな。さ、まあ、例えばもう見つかっちゃった血栓があるとして、それを増やさなければいい話であって、別に溶かさなくちゃいけないとかじゃないから、まあそんなんじゃなくていいような気がするけど、つまり PT のあの吸水器の倍量投与とかっていう考えとはちょっと違うような気はするけどね。で、柴田先生どうぞ。というので、解析やるといろいろいつも招待率って言うんですけど、気になってるのってこれいつも残ったものって本当に血栓なんですか？室内に残った。そういう。これってどうやって診断してるんですか？最初にエコーって言ったそのスクリーニングがわかるんですけど、この多質な血栓としてずっと工業庫を使っているそのものは何でなんですかね。島田先生はですね、ちょっと小がしこいので、こういうなんかいやらしい質問をしたがるんですね。それは本当に血栓なのかという質問ですが、誰か答えられる人はいますか？というか、わかんないですけど、日常診療でもし3ヶ月ドアック工業庫を何でもいいですけど使って、消えなくったり、また増えてくる差し支え血栓と思ってるものって、外科的適所とかも少し僕考えたりするんですけど、ここはもうずっと、フランスの施設はずっとこれを工業庫行くのかなっていう疑問なんですけど。うん、そうだよね、これ、だって結果は続けてた方が、予後が良かったっていうふうに結論しちゃってるから、考察しちゃってるから、いやいや、これ消えるまではっていうか、まあ、なるべく長く行こうぜっていうふうな論調になってるのかな。そうですね、3ヶ月以上っていう。3ヶ月は3ヶ月かもしれないけどね。まあ、ちょっとわかんないですよね。だから、行ってる工業校とかしっかりしてる中で、窓枠の容量が適切かどうかは置いといて、やっぱり増えてきちゃうっていうのは、確かに本当にそれ血栓なのか、血栓じゃなければ一体何なんですかって話になっちゃうけどね。何、ファイブロブラスト？何？確かにね、まあ、あんまりひどいようであれば、まあ、外科的な適所も考えなくちゃいけないけれども、ただ、即戦イベントに差がないっていうことを考えますと、まあ、もちろんケースバイケースではあるんだけれども、ちょっと難しいところはあるかなっていうのと、やっぱりマスで考えなくちゃいけない部分もあるかなと思っていて、まあ ケースはケースなんだけど、全体としてはやっぱりドアックなりで抑える。で、まあ、それ外れちゃうようなバグの人たちは、まあ、ちょっとそれで、それはそれで考えるってことになっちゃうのかな。塩谷先生、多摩北部はどうしてますか？はい、多摩北部の塩谷です。まだ、差し支内血栓の人にこっち来てから出会ったことがないんで、なかなか分かんないです。うん、あれなんですけど、まあ、きっと続けてるんじゃないかなとは思います。きっと自分は続けるんじゃないはい、すみません、僕もちょっと1個質問が
したいんですけど、よろしいですか、ね、ちょっと積極的にやってくんない、こっちから振られる前に。お願いします。すいません。さっき、十条先生の、まあ、考察っていうか、このカプラマイヤー曲線で、より長期間に工業療法行った人の方が、結局、まあ、メジャーブリーディングが多くてとかっていう議論があったと思うんですけど、はいはい、フォレスタープロットを解析しているときに、長期間の、工業療法が、死亡率を寄与していたのはあったりするんですかね。その、これでしたっけ。22です。22だって。ああ、そうだね。これの、あ、なんか3ヶ月以上工業工療法行った方が予後は良かったっていうのが出てる中で、その期間でさらに細かく分けた解析はなかったです。うん、ありがとうございます。カプラマイヤーで、その、だから、イベントが一番多いのは、もう直後っていうか、かなり急性期だから、これ乗り越えちゃえば、ね、長くやった方がいいのかもしれないけど、うん、ってことなのかな。だってこれの、ね、これと3ヶ月以降どうこうっていうのって全然なんか合わない気がするよね。そうですね。これの横軸もうちょっと拡大して詳細に見てみたいなとは思いました。そしたら、まあ、自分のところではピンチしていただいてですね、拡大していただければと思います。もしメモリが細かければどこら辺で差が開いてるのかも分かるかなと思った。お前 iPhone で参加してるからなかなか難しいんだそれは。あ、そうですね。はい、すいません、室橋です。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、室橋どうぞ。今僕、一件差し付け視点持ってるんですけど、3B 会に合併した血栓閉鎖型の人が、全然部にちょっと言い放置ちゃって血栓あるんですけど、とりあえずワーパリン続けようかなって思ってるんですけど、それぐらいの期間。もう急性期は出したんでしょ？出して、今、デイ7か6ぐらいだったかな。そしたらもうだって続けた方がいいんじゃない？だって血栓閉塞してんだよね。例えばそれがなっていうのは再開通しちゃったとしても、別にそれがフェイタルにならないんじゃないの？いや、わかんないけど、みんなどうですか？いや、難しいと思うけど、いや、そもそも急性期の治療が難しいよね。もうデイナラだったらなんとなく良かったねっていう感じになるような気がするけど。で、方針はどうしてんの？あなたたちのグループでの方針はどうなったの？一応、外科の先生にも聞いて、うん、ちょっと、まあ、多分溶け、血栓閉鎖型の帰りは溶けないと思うからとコメントいただいて、ワーファリン。あ、確かにね、ワーファリンで溶けるわけじゃないからね。うん、まあ、でもやっぱり、ちょっと長いことを言って、で、なんでちなみにその差し内血栓できちゃってんの？ MI なの？ MI じゃないですね。ちょっとたまたま見つけた、ロイ F 景気に。ロー EF か。そうか、ね、で局所でさ、そのアノエリズムみたいになってれば、まあ、やっぱり行きたいなと思うけど、全体的に、その、まあ、ロー EF で行かなくちゃいけないかっていうと、すごい難しいかもしれないですね。うん、そうですね。なるほど、ね。ありがとうございます。うん、まあ、でも、エコーで、まあ、エコーなりで、定期的にフォローして、まあ、できてないか確認しながら、まあ、3ヶ月以上ちょっとまあワーファリン続けて、どこからで切るタイミングを探すってことになっちゃうかな。ですかね。どうぞ、渡辺くん。大丈夫？あ、どうですか？いやいやいや、なんか、喋りたそうな感じが。はい。いや、なんか、竜になってないんだったら、ひょっとしたら確かに帰りの炎症とかが二次性に影響してるのかなと思って。そうかもしれないね。確かそれはあるね。炎症だよね。そうだね。なんか逆にそういう人は一回やめ、竜じゃなければやめられるかもしれないね。そうだね。そんな感じがします、ね。まあ、クローズドフォローアップになりますけど。うん、はい、わかりました。やっぱりまあ血栓とかね、ドワック、みんな大好きというか、まあ結論はなかなか難しいけれども、イベントレートそんなに高くないので、やっぱこうやってまあみんなの経験とかやり方っていうのを用いるのはいいかもしれないですね。ということで、今日もコロナに気をつけていらっしゃい。